皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい。今日は2024年9月の30日、月曜日になりましたということで、今日は月末ですので、恒例のですね、今月に投稿しましたブログをですね、ランキング形式で紹介していくという日になっているんですけど、今日はまずこちらからご覧いただきましょう。どうぞ。はい。えー、まずですね、ちょっとこっちの話からいきたいと思うんですが、これあのー、 7年間にわたる Google マップへの投稿ありがとうございますということで Google さんからですねメールが届きましたこの7年間で Google マップの投稿を570件の投稿とかそして全部の投稿のですね閲覧数の合計が151万回あったよとかですね35件の写真へのリアクションがあってポイントを通算で獲得したのは1657円ということで1657円 7円ですね <laughs>。あの、7年間で獲得したということなんですけど、まあ、あの、大したことないんですが、というね、お知らせが来ましたということで、えー、ありがとうございます。はい、今日はですね、あの、月末ですので、恒例の企画ということで、えー、こちらなんですね。はい、見ていきましょう。はい、えー、スライド100枚を公開ということで、2024年9月までに毎日ブログを更新して、5874記事になりましたということで、いや、今月ね、マジで、 あのの続けるのが大変でした。もうね、もう毎日毎日ですね、もう地獄ですね、えー、もうあのもうどうやって今日中にですね、ブログを更新するかっていうですね、もう、もうなんていうか、睡魔と戦いながらですね、そしてスケジュールの合間を縫いながらですね。 もう何とか何とかね、更新したという形で、本当に忙しくてですね、大変なのに、またあの今、大学が始まってですね、さらに加速していてですね、大変なことがあって、そして今日月末ですしね、ということで、もうね、死にそうなぐらいになっているんですけど、はい、そんなですね、この1ヶ月なんですけど、今月に投稿したものをですね、早速紹介していきたいと思うんですが、今日はですね、いつもであれば YouTube のメンバーシップ月額190円から学べます、デイリー会員の方ですね、入会してないと、 最後までご視聴いただけないんですが、最後までご視聴いただける日となってますので、ぜひ最後までお付き合いいただけば嬉しいなと思っています。はい、ではですね、今月のブログをですね、少し振り返っていきましょう。こちらからご覧ください。どうぞ。 はい。では、見ていきたいと思います。はい。まず1つ目ですね。Google Chrome で Web ページを PC の Web アプリへ変換する方法ということなんですが、これね、あのー、Google Chrome のアップデートがあったときにお知らせがあったんですけど、あまり知られてないんですが、実は Web アプリにできるんですよということで、これね、実際に Web アプリで何かっていうと、普通にその、 インターネットを使ってビジなんかやるときですね、いわゆるウェブサイトをブックマークするっていう方法と、ショートカットをする方法の2つあったんだけど、3番目の方法として、ブラウザで動いているウェブサイトをですね、ウェブアプリにできるんですよ。ウェブアプリっていうのはあの、下の方、Mac であれば下の方のですね、いわゆるアプリが並んでると思うんですね、いわゆるソフトですね。そこに そのウェブサイトをですね、表示することができるというものですね。これがね、チャット GPT の GPT 図ができれば便利かなと思っていたんだけど、これがうまくいかなかったんですが、それ以外のですね、普通のウェブサイトとかあればうまくいけますので、よかったら使ってみてくださいということですね。はい、続いては、小冊子生成や活用した IT や SNS 反則書を無料でゲットする方法というですね、記事を書きました。これね、あの、 あのまあ、やるのはいいんだけど、これ、送らなきゃなくて、その送るのをですね、もう今、忙しいのに、このアナログのものを増やすですね、余計ですね、この新潟の事務所でしかできない仕事が増えちゃってですね、新潟の事務所にほとんどいないもんだから、パニクってる状態なんですけど、はい、頑張って送りますので、ちょっともうちょっとお待ちください。すいません。はい、というのが第2位でしたね。あのよかったら、小冊子は、えー、購入できますので、えー、500円送料無料ですので、よかったら、えー、購入お待ちしております。 はい。続いて今月はね、とにかくですね、GPT 図をですね、たくさん出しましたということで、その中でも一番人気だったのかな ?SEO 対策に、K コンサルタントを無料で使い倒すツールってこと。これは SEO 対策にってよりは、業務改善の方がいいかもしれませんね。ちょっと名前変えてもいいかもしれませんが、 あのまあ、昔はね SU 対策2っていうキーワードしかなかったので、こちらで作ってたんですけど、その後業務改善系のを作ったので、まあ、後で名前変えましょうかね。これちょっと SU 対策で関係ないですもんね。ということで、まあ、経営コンサルタントのツールを無料で使い倒すことができるので、よかったらこれ使ってみてください。結構面白いですよ。あの自分のです、ね、業種とか、自分の何か自己紹介を入れるとです、ね、分析が出てくるような仕組みになっています。 はい。続いてなんですが、こちらですね。SEO 対策に77プロンプトキャッチコピー作成ツールということで、これはあのキャッチコピーの作成ツールとして使うこともできるんですけど、まあ、いろんなそのキャッチコピーを作るときのコツっていうかですね、まあ、手法っていうかノウハウっていうのがあって、それを77個集めたので、そのまあ、これを知るだけでもね、この GPT 図は使う価値があるんじゃないかなと思っているので、 よかったらですね、無料で。今ですね、あの限定公開だったのを全体公開に変えましたので、検索してもらったらたどり着けますし、もしくはブログの方からリンクをたどってもらえばたどり着けますので、よかったら使ってみてください。はい、続いては GPT 図、えー、SEO 対策に5大 SNS ゴールターゲット生成ツールということで、まあこれをね、よく聞かれる質問なんだけど、 自分はどの SNS でどういうターゲットにどういうことをしたらいいんですかってことをですね、まるっと答えるというですね、サービスです。まあ、これはね、まあ、これされちゃうと SNS やらなきゃいけないなっていうことになっちゃうので、まあ、辛いかもしれませんけど、まあ、それぞれの SNS の特性に合わせた、そしてその SNS の特性にマッチしているターゲットですね、にどういうゴールを設定するかってことを全部教えてくれますので、 5大 SNS っていうのは、インスタグラムと TikTok と YouTube と, you と、えー、LINE ですね、えー、X ですね、を教えてくれますので、よかったら使ってみてください。はい、続いては SEO 対策にコピーライティング20パターン生成する。さっきのキャッチコピーとは違って、少し長めの文章を書かせるときの、まあ、コツっていうのがありまして、その文章の型ですね、型っていうものを20個 用意しましたので、これが全部生成できるようになっていますので、えー、結構ですね、まあ、いわゆる気象転結から始まりまして、面白いと思いますので、使ってみてほしいなと思います。はい、続いては教材の販売。今月はね、教材を、ね、3つ出しましたよということでえ、4つか。4つ出したんじゃないかなと思うんですけど、えー、GPT だけじゃない対話型生成 AI の競争激化セミナー3時間というものが入ってますね。はい、続いては、 これねめっちゃ便利でも僕本当に愛用してますけどページの全タブがリンク集になるという Chrome 拡張機能ワンタブの使い方ということでこのワンタブアプリね Chrome の拡張機能めっちゃ便利なんでよかったら皆さん使ってみてください、まあ、これで実際に僕もですねえ僕が作った GPT 図のリンク集を作ってですね皆さんに公開してたりしていますのでよかったら使ってみてください はい。ついで、えー、業務をタスク分割し、担当者に配分し、Google カレンダーと連携する g p t 図ということで、名前がちょっとですね、すごい名前になってますけど、こちらものですね。まあ、いわゆる業務を改善したいんだけど、何からやって誰に任せていいかわからないよって場合に、このツールを使うとですね、ちゃんと配分してくれて、なおかつ最後に Google カレンダーに登録までしてくれるという風になってますので、よかったら使ってみてください。 はい続いて、面倒な作業から解放、生成 AI を活用した SNS 反則セミナー3時間ということで、これが3本目ですね。この SNS セミナーのですね。3回目というかな、ね、4シリーズのうちの3回目になりますね。はい続い続て クロームの拡張機能 GPT サーチ使い方チャット GPT チャットを検索できるこれねめっちゃ便利でこれもですねあのー、入れちゃうとですね知らないうちに使っちゃうんですけどそのパソコンの Mac アプリ版とですねそしてスマホのアプリ版ではあるんだけどなぜか Web ブ,ブラウザンではこのチャット履歴を検索する機能が付いてないんですよ標準装備で,でそれがねこれ入れるだけで導入できてね検索できて便利なんでぜひ使ってみましょう はい。続いてえ、インスタグラム、キーワード検索結果にスレッズ投稿が画面上部に表示ということですが、これはね、果たしてね、これがスクープなのか、なんかテストなのか、何なのか、よくわからないんですけど、これを書いてる人がほとんどいないんですが、僕も見つけましたので,ですね、今回紹介しますので、すでにこれ僕の画面では実装されていて、めちゃくちゃ影響を与えてるので、ぜひね、見ておいてください。 はい、続いて g p t 図業務改善できる現状と目標のギャップを埋めるツールということで、今回ね、とにかくいっぱい作りました。まだまだちょっと出しますけど、というのはですね、GPT のですね、セミナーまたやることになって、ちょっとですねあの、たくさんネタが必要なので、今一生懸命作ってるんですけど、このツールもね、便利かなと思います。 はい。続いていきましょう。GPTs。SEO 対策に長文をマインドマップに変換するツール使い方。今月はね、とにかく GPTs をね、大量に放出しているので、よかったら皆さんですね、いろいろね、無料で使えますから、使ってみてほしいなと思います。 マイノマップの変換ツールも作ってました。続いては、業務改善できる議事録、ズーム対応、日報ロープレ作成ということで、まあ、議事録をどうやって取るのって話と、日報をどうやって作るのっていう、この2つのツールをですね、今回紹介しているので、まあ、業務改善系としては、この2つは結構大事だと思いますので、チェックしておいてください。人には言えない生成 AI を活用した SEO 対策セミナー、映像3時間ということで、これはいわゆる4回シリーズの3回目になりますね。 に関しして特化したで、すすねセミナー映像が学べますのでよかったら参考にしてみてみくださいでいよいよですね、始まりました情報リテラシー論第1回情報リテラシーを学ぶ理由2024長岡造形大学ということで今日2回目がありましたが明日ですね、ブログで書きますけどおすすめの内容になってます。で今回からですね、その YouTube を活用しまして、ポッドキャストをやめまして、 えっと、音だけなんだけど、その YouTube に上げるっていう形に変えましたので、まあ、あの、ポッドキャストがあんまり聞かれてないのかなって気がしてですね、えー、ポッドキャストから切り替えましたので、よかったら使ってみてください。はい、続いて、えー、画像プラス文章で変身、交流できる GPT、対話型画像生成やこれね、もう個人的にね、もうなんかもうちょっと跳ねるかなと思ったんですけど、まあ、あんまり皆さんですね、ピンときてないかもしれませんが、 面白いんですけどね。あの、その代わりですね。めちゃくちゃコストがかかるので、あの、毎回チャットするたびに画像生成するので、ちょっとね、お金かかるんだけど、まあ、この先にその自動化があるんだよっていうですね、ちょっと一つの流れとしてですね、見ておくといいかなということで紹介しました。はい、続いて GPTs 業務改善できるプレスリリース PR ニュース作成ツールって、これも便利なんで使ってみましょうね。 そして、まだ間に合う、対応型生成 AI、ChatGPT の最先端に迫ろうセミナーということで、ChatGPT の何ぞやっていう形から、そして他の LM ですね、そして SEO、SNS 反則ということで、4部作になってますので、よかったら申し込みください。はい、続いて、ネットベース研究会ゼロ円会のディスコード投稿2010年7月分ということで、 あとは、サンド FM の話もしましたね。そして YouTube の、こうね、YouTube の24世もこういうのも作る。めっちゃ大変だし、人工知能 AI に関する2024年9月分もめっちゃ大変だしですね。 そして g p t 図求人採用のカベチトレーニング模擬面接ツール合否鑑定でこれもね面白いんでぜひ皆さん使ってみてくださいそしてメタの Facebook Instagram のスレッドのニュースとかですねそして音声プラットフォームラジオトーク、えー、今回始めていましたということでさあ今月のですね はい。ブログで紹介したスライドを一気に見て終わりていきたいと思うんですけど、はい。スタンドエフェンの話から、ラジオトークの話からですね、そして、あの、マインドマップの話とか、そして、えー、これ、楽天トライベルの話ですね、そして GPT ズの話もしましたし、たくさんしましたね。それで、教材はですね、一つ目、二つ目、三つ目、四つ目ということで、えー、教材もいくつも出しましたので、これについての説明のスライドをたくさん作りましたが、さらにはですね、今度はですね、えー ウェブアプリの話もありますね。ニュースリリースの話もありますし、YouTube の話もいたしましたね。ということで,です、ね、たくさんのテーマで今回やっているので、よかったらちょっともう一回行きましょうか。はい。YouTube の話に始まりまして、たくさんの GPTs を作りましたし、そして LINE 版のですね、GPTs のよくだ修林図の方がめっちゃ賢いので、この辺も、ね、使ってみてほしいなと思うんですけど、でこの辺はね、教材の告知ですね、のものになっていますが、ちょっとスライドをね、稼ぎすぎてますね。 そして g p t 図をめっちゃたくさん作りましたので、よかったら皆さん QR コードもしくはですね、リンクかた辿ってですね、使ってみてください。で、フィードバックを くれるとすごく助かります。なので、実際使ってみて、もっとこうしてほしいとかですね、なんでこうなるのとかですね、どう使うのとかですね、教えてもらえばですね、えー、答えていきたいと思ってますので、よかったらまたよろしくお願いします。はい、ということでですね、なんとか今日もですね、これでブログ書きましたので、なんとかですね、えー、継続することができましたが、まあ、毎日毎日ですね、もう死に物狂いでですね、ブログ更新すると、えー。ブログ更新して何かいいことあるんかって言われたらですね、困るんですけど、とにかくもう自分のですね、 もうライフワークになっているので頑張って続けていきたいと思っていますしでそのだからといって、ね、ラーメン食べましたとかっていうその無駄なブログを書いているんじゃなくてぜひ皆さんに役立つと思うようなです、ねえー、ノウハウしかブログで書いていませんので、えー、もう何て言うかないらない記事はありませんのでもうねあのいいねスランキングがやめましたから全部いるやつばっかなんでぜひですね 毎日ブログをね、読んで、購読していただいて、勉強して実践していただけると嬉しいなと思っています。はい。ってことで、2024年9月までにありました、毎日ブログを更新して5,874記事目の今月分のランキングを紹介しました。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。